山田明は日本の実業家。日本コカ・コーラ副社長、フェニックス・リゾート社長、ローソン・オーバーシーズ・カンパニー社長、対等社長を経て同社会長。東京都出身。1983年、一橋大学経済学部卒業。大学時代はアイスホッケー部に所属。同年東京銀行入校。1989年マサチューセッツ公家。 大学経営大学院終了1990年ハーバード大学ハーバードビジネススクール終了1996年日本国家コ,コーラストラテジックプランニング統括部長1999年同社ストラテジックマーケティング副社長ヘルシーカテゴリー担当ミニッツメイドクーなどのブランド責任者を務めた 2000年ディールタイムドッ c o m 日本法人代表取締役社長兼 CEO。徹底した現場主義を標榜し、2002年にはスターバックスコーヒージャパンで店舗スタッフを務めた。同年スターバックスコーヒージャパン店舗運営部門オフィサー、2003年同社店舗運営部門エリアマネージャー、2004年同社オフィサー事業開発本部長、サントリーと共同で、 チルドカップコーヒーの発売を開始。2008年3月フェニックスリゾート副社長就任。2008年4月丸山康幸の公認としてフェニックスリゾート代表執行役、社長兼最高経営責任者に就任。2009年株式会社 USJ 執行役員、コーポレートマーケティングパートナーシップ本部長。2012年からローソン上級執行役員。 海外事業グループ最高執行責任者、経済産業省産業構造審議会、通商政策部会委員。2013年から、ローソン上級執行役員、オーバーシーズカンパニー、副社長兼海外事業推進部長。2014年ローソン上級執行役員、オーバーシーズカンパニー社長。2016年株式会社台頭取締役、副社長。 2017年同社代表取締役社長、2021年同社取締役会長、ありがとうございます。